はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト6、4を続きやっていきたいと思います。今ね、デスパレスにいいんですけど、まあなんかあるかなと思ってね、今変幻の精鋭になってるんですけど、それ以外でね、ここ来たら戦いになっちゃうんで、それにしてもサントハイムの哀れだったな。自分たち人間がエスターク様の復活を手助けすると夢で知って、アッテムトでの穴掘りをやめさせようとしたため闇の力で消されたのである。我ら魔族ですらエスターク様があんなところに不時見を、知らなかったもんな。悪魔の書とかもやろうとしてるんですけど、お腹が空いた腹ペコだっと。今日の献立は人間のスープだよ。おぞましいね。なんかやだね、それね。でも人間だから人間やなんだろうね。大昔我らの魔族の帝王エスターク様は進化の究極を極めた。しかしその存在を恐れをなした。恐れてなんか自治着にやれ。天空の神によって地の底に封じ込められた。まあそうか。エスターク、待て。やってもと言ったらなんかあっかな。あお。わあ。これ家人で出るか。マジかよ。まあ、なんかあるんだろうな。まあ他行っても何もなかったんだよね。じゃあ悪魔の書行ってみようか。アッテムとちょっとエスターク行ったとこなんかあるのかな。ね、なければ、どうしようね。今回悪魔の書の、何番だっけ ?2 番目。5017やってみようか。どっかの番号見てない。5017とかね。さてさて。ここ何もいないもんね。いなかったよな。あいつら残ってんの5017。ね、誰もいないっしょ。なんであそこだけ残ってんだろう。アッテムトに何もいなければ、なんかいる可能性あるもんね、このゲーム。5017。あ！待って、ここにあれいないよな。いないね。何かわかりますかね。まあね。前の宿草だったらね、ちょっと飛んでるやつだったんだけど。いやー、ここおぞましいね、本当にね。あ、ドラゴンローブ、もしかして、もらえない？あ、え、なんで、マジか。これもらえんじゃん、じゃん。やったいや、やったっていうか、あんま良くねえんだろうけど、やった。ライアンが装備できるし。ライアンがドラゴンローブ装備できる。ここかな。でも使わないもんな。クリートの方がいいのかな。なんかいろいろ防げるよね、多分ね。どうなんだろうな。ちょっと見つけるの遅かったね、これね。でもはぐれメタル鎧強いんだけど。これがまさか浮くと思わなかったな。ああ、ミネ上がんねえ。え？鎧何装備してるこの人。神秘の鎧か。鳥猫も上がんな。鳥猫にも持たせとこうか。ね。いや、行ってみるもんですね。これ多分、すごい、最初にゲットできたよね。鎧の盾とか装備してるし。まあ、あんま使わないからね、鳥猫さん。でも、重要なんですよね、この方ね。前回の動画短かったんで、まさかあの変なシーン。ああ、前回ここ混ぜればよかったかな。ちょっとアッテムト鉱山の、まあ全然アッテムトでも何でもねえけど、ちょっと奥行ってみますね。まあ、ここ何もなければ、5017行こうか。ね。あれ、復活してね。え？え？ちょっと待って。これパワーアップしてるとかじゃねえだろうな。やり返した。呪い4が近づいた。なんじゃそれ。ちょっと待って、違うじゃん。話違うし、これ。呪いって何ですか？ビッグバン？死を防ぐやつとかあんのかな。やり返したってなんだろう。俺
これもやり返されんのかな。ああ、灼熱の方がよっぽど可愛いね。いや、可愛いんだけど、これやっぱ、じゃあ呪文、ギガスラとかの方がいいかな。ギガスラだったら何返ってくるの？やり返した。ギガデインが返ってくる。やり返してなんか嫌だよ。でもなんかいけるレベルだな、これ。ああ、いけますね。ソロが一番最後攻撃すればよくて。これさ、いや待って、回復が、マッカンタ使うと回復だよね。だからギガスラッシュ使ってギガデーン跳ね返せばいいんじゃないのって思ったけど、そんな簡単でもないのかな。まあいいや、ちょっととりあえず回復しないとダメだ。死が近づいたってあれ落とされんでしょ。それはちょっとやだね。あ、でも攻撃の方がいいのか。ああ、やっぱり。あ、そっか、ルカに。そっか、そっか、1回の攻撃を受けようがいいもんね。いや、それも嫌だな。死が近づいたって、これいけ。いやー、ちょっと待ってやー。天空の剣、みなか通る。やり返して大死が近づいたってなるだけだもんね。あんな大したことないな、これ。まさか復活してって思わなかった、エスタークが。なんだっけ。理解。手本なら。当てられるだけ当てた方がいいもんね。死が近づいたとて、別にそんなすぐやられるわけじゃないから。オッケー。ああ、あいいよ。そんぐらいだったら、かわいいもんだ。あ、クリットがさ、一気にさ、ザオリク使っちゃえばいいのね。あ、紳士はそっくりとか言ったことない。ってどういうことよ。じゃあギガスラとかの方がいいかな。だったら死ぬ恐れないもんね。ミナカトール使っちゃえばいいなもんね。あーだな。待て、そこのアリーナがどうするかだな。そしたら力ため、あ、自分に天空の剣使って力ための方がいいね。で、ここはビッグバンの方がいいんじゃないかな。ってことは天空の剣いらないね。呪文メインだからアリーナの、とかアリーナじゃなくていいのかじゃ、まあ、ギガスラの防御、攻撃の、マネマネがあるのか。まあ、ビッグバンだよな、じゃあね。死が近づいた。これ怖いな。ギガデイン来るでしょ。あ、でも強いね、やっぱギガデイン来るとね。あ、やべ。ちょっと調子乗りすぎましたね。
ゴリオフか。すぐは死なないからね。通るだね。いやー、ベホマズンの天空の剣、もう一回ルカに聞きそうだよ。間に合ったか。まあ、いいか、重ねだけすりゃいいか。これも何回も倒せるのかな。でもなんか倒せそうだよね。あ、これなんだっけ、なんとかの宝冠とか持ってるの。なんだっけ、永遠の宝冠だっけ。前なんか持ってたよね。うわ、イケスカード全部消えてくれりゃいいのにな。戦車はソロの姿そっくりになった。天空の剣攻撃、うん、ああ、そうだね、攻撃だね。だしょうがねえもん、港通り使えないの。みんな一気に死ぬのか。やり返した。ザオラル、祈りの指輪、回復できるときしといた方がいいかな。やべやべやべ。イケスカードを使うんだったら使ってくれや。オッケーオッケー。ないのか。あ、ケンちゃんちゃん、間違えた。間違えた。何やってんだ、祈り指輪使おうとしてんのに。そうだよね、ベホマズン、だからベホマズン使ったんじゃんね。アホですね。もうベホマズンでいいや。で、これで、天空の剣の、みなか通り、なんだっけ、何してるっつったっけ、ここ。スケルトかな。あー、めんどくさい。とりあえずこれで港通り作ると。天空の剣やったもんね。天空の剣、
火が近づいたってどういうことよ。関係ないもんな。あんまいっぱいかけるとダメかな。あ、いった。あんなでもないな。聖なるコロム。え？闇のコロムじゃなくて聖なるコロム。これは？クリフト上がんねえ。ありゃ？え、これどっちの方がいいんだろう。何が違うの？あ、ここ聖なる、どっちもできんのこれ。魔法のエプロン。なんかどっちもできんのこれ。魔法のエプロンじゃどうしよう。でも紳士装備だよねこれ、魔法のエプロン。あ、違う、ミネア。さ、そういえば350か。ここ400、待って、400超えしたらあれもらえるよね。ベストドレッサー406だったっけ。シネマの星、ちょっと待って、ガラスの靴とか渡せばいいよね。じゃあね、385か。これさ、何やスパンコールドレスかな。なんかね、いたあ、いた。プリンセスローブ、スパンコールドレス。これがどんぐらい上がる、下がるのか。天使のレオタードすごいね。シルクのベル、シルバートレイ。シルバートレイ代わりになんかなんないかな。ミラーシールド。盾なんか何ができるのかな。シルクのベールだよな。頭装備。いや、これ以上上がんないね。さて、どうしよう。ここもかっこよさ上げるには、天空装備か、やっぱり。天空でも15しかプラスつかないんだよな。さて、どうしましょうかね。352でしょ、2しか上がんないんだよ。鎧でしょ、で天空の剣か。天空の剣でいくつ上がるんだろう。あ、下がるね。400ってあれどうやって叩き出すの。あれ、シンシアでもかっこよくなってない。これ346もあるよね。プラチナヘッド、ここ、あ、待って、ここどうにかなりそう。349か。あ、でも頭もこんなもんなんだね。そっか、天使のレオタードは364。上がるね。364もガラスの靴は下がるね。あー、すげえな、闇の衣。じゃああるよね、まだもうちょいだな。レベル99まで上げたら勝てるよね。はい、ということでだいぶ分かってきたんで、ちょっと、あ、すごいね、あんなところにエスタークいいんだねあれは分かりませんね。分かるわけがない。旅のものより今は何もないがね。エスターク倒したことによって誰か復活してないから。
でも結構なんだろう、バラモスゾンビも倒したし、なんか多分復興したらこれピサロとか入んないんかな。と思いますけど、なんかしらいるような、絶対いるような、いないわけがないもんね。やっぱ私が村長ですのとこかな。レベル99まで上げなくちゃいけないけど、その前に倒せそうなのは倒したいんですよね。99まで上げればもう上げる必要はないんだけど。これ誰か連れてったらなんかない？理解してもらえないんだよな。ちょっと待って待って。いないね。なんかいっぱい倒せばなんかあんのかな。今回ここまでにしようか。気付け薬とかも気になるしね。そんなんどこでもらえるんだ。誰か売ってんのかな。エスターク倒しました。2回目ですけど、あれが進化の秘宝を極めたエスタークとかいうやつかな。デスパレスなんか出てんのかな。デスパレスたまたまいてエスタークの名前聞いたから、あれもしかしてあそこ行ったらなんかあるかなと思ったけど、なんかあったね。あと試練の洞窟とかあるじゃないですか。あと黒金、ちょっと黒金一回挑戦してみようか、次回ね。ダメだったらちょっとまた探す。はい、ということで、急遽予定変更で今回ここで終わりたいと思います。エスターク倒しました。なんか聖なる衣を落としましたね。永遠の宝冠だっけ？じゃないんだね。前そうだったんだよ。朽ち果てたやつじゃどうなってんだろう。そこら辺もちょっと次回調べてみようか。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。